はいどうもヒロドです。この動画は進撃の巨人のミカサ・アッカーマンの作り方紹介です。ミカサは時間をかけずに作れたんだ。その理由は後にするけど、今回の参考画像だ。なぜ作りやすかったかっていうと、目が丸くない。多分ね、細いキャラとかだと一番作りやすいのかなと思います。あとは作りやすい部類として劇画タッチであるとか実写に近いとか、そんな感じでしょうね。今回この眉毛のカラーをほぼね、いろんな毛に使っています。髪の毛、まつ毛、眉毛、あとですね、アイラインにも使用しています。なんで、ね、一度作ったらコピーしておいてください。さあ出番だ、ペーストしろ。さあみんな、ペーストだ。さあみんな、もう一度ペーストだ。アイシャドウとチークはなしです。身長は170センチです。調査兵団のね、上着が茶色だったりね、オレンジだったりするんですけど、まあこの学生服色が出ないんでね、こんな感じになります。マフラーをね、採用すると口元が隠れてしまうため、このね、肩掛けみたいにしてますけど、実際ね、こっちだとね、緑にするとマントっぽくなるので、まあどちらがいいかはね、好みということになります。腰と足はなるべく同じ色に近づけてください。皮みたくね、その色になればいいかなと思います。モーションは劉備かリクソンあたりがおすすめです。劉備のがね、近い気はします。称号はお好きに。プロトタイプの腰棒が劉騎兵でした。ただね、ちょっと後ろ姿が残念なので、あちらの腰巻きにしました。はい、以上です。要望や感想などがありましたら気軽にコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。